今回は、新ドライングパーマ、前髪のくせ毛を取りながらかけていきたいと思います。まずはバームオイルをつけながらカットしやすい状況を作ります。 R2 セニングを使い、下から簡単に、プレで刈り上げて、女性の場合はですね、僕は上から刈り上げて丸さを出していくんですけれども、まあ、男性でもね、やる場合あるんですが、丸さを出す刈り上げって下からやるとエッジが効いてしまうんで、上から刈り上げるようにしております。はい、この辺からカールをつけていきたい、曲げていきたいっていうのをペンシルで作っていきます。前髪が割れないで自然になってるんですけど、結構ね、自然にパーマじゃない感じですよね。はい、カールあんまいったような感じに自然に大きくカールができる。